さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのうちです。今日はですね、モーさんの中国卓球さんのところに来て、ちょっと卓球の技術 の、 コラボをやっていこうと思います。よろしくお願いします。左のバックホームで、そうです、はい、中国の表の感覚を教えてください。そうですね、はい。下半身今のドライブになるんですけれども、中心は少し低く、今度こそも足をしっかり床をちゃんと蹴りを掴んでいる感じで、主に上から落ちと変わらず、順番メイン、順番をメインして、で、当たる瞬間にこの呼び込む力を加えていく。ここやっぱ順番と呼びの関係になりますね。手首を使っていけませんよっていうのは要求してますので、手首使っちゃうとまたふらついて不安定になりますので、はい、でそこで、当たる瞬間の時にこのボールの下の方を目指していく。ラケットのヘッド、ボールの真ん中下の方から回転かけ始める。それで少し当たる瞬間、本当にボールの少し側面の方にギュッと回転かけていくと飛びやすくなるので、はい、そういうところをポイントになりますね。はい、でとにかく順番と呼び込む、手首は使っていけない。はい、ありがとうございます。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。